はい、こんばんは。山よりです。さて、皆さんはどうですか？インスタント麺って食べますか？まあ、日本だとね、結構ね、ポピュラーにね、食べられるね、食品の中の一つにね、このインスタントラーメンってあると思うんですよ。まあ、いろんなね、グルメ料理とかもありますけどね、やっぱ庶民の味方といったらね、そう、美味しいラーメンもいろいろありますよ。それもね、また美味しいところではございますけど、このね、パッとね、食えるね、夜中とかにね、ちょっとね、お腹がついたなって時にね、パッと作れるね、インスタントラーメンね、袋麺ですってね、重宝するじゃないですか。ね、私みたいなね、このね、一人暮らしのね、おっさん一人暮らしだと特にね、こういうのがね、重宝するわけでございます。で、特にね、これ安いじゃないですか。安いのがね、売りだったんですけど、最近でも、やはりちょっと小麦のね、原料が上がったりとかした兼ね合いで、どんどんね、値段が上がってるわけでございます。でね、なかなか大変。昔はね、198円とかでね、ご食事、198円とかでね、普通に買えたもんでございますけどね、これはね、感じの、一番好きなのは、ちなみに、糸麺3本ね、これ大好きなんですけどね、それの青い方ね、と、ね、大好きだったりとか、まあ、そんな話もあるといってもね、まあ、いろいろあるじゃないですか。ですけどね、値段がだんだん上がっておってね、298円ね、税別で298円。昔はね、税込みで298円って言ったらね、ね、あれかな、普通かなって感じでしたけど、だんだん上がっても今で税別298円で、そうすると、ね、320円とかぐらいになってくるでしょ。ね、いくらあっても最近348円とか398円とかね、ね、いいところのやつやつになってるじゃないですか。ね、このあたりの、札幌一番とかね、そうするといっぱいあるわけよ、中には。で、レバー行ってるとか、これ、北村はね、298円でね、特売で売ってたんで、ああ、やった、今日298円でね、最近なかなかそういうのを見つけるのも大変だという状況でございますよ。そんな中でですね、今これだから298円とかですね、普通にね、買おうと思ったら、通販とかで買ったりしたら、ね、一つや、ご食事で500円近くになったりするようなケースもあったりしますよね。そんな中ですよ、ついに見つけてしまったんですね。なんとね、激安でね、有名な業務スーパーさん、神戸物産さんが咲いたの、緑のね、業務スーパーさんでね、まあそこに行ったらね、安いものが売ってるわけでございますよ。いや、袋麺はどんなぐらい安くなっているのがあるかなと思ったらね、いや、さすが我々のね、このね、庶民のね、期待がね、裏切らない。世の斜め上を行くね、醤油ラーメンが売ってたんですね。5食入りですよ。5食入りで、いくらだと思います？まあ、業務スーパー行った人は多分見たことあると思いますけど、これがね、なんとね、税抜きですけどね、143円なんですよ。143円ですよ。これ、一昔前の、ね、定番で並んどったとしても143円やったら、安っ、何それってなるじゃないですか。このご時世、これ、何年前に買ってきたやつじゃないですからね。これ、ね、2、3週間ぐらい前かな、買ったのは、ですけどね、買ってきたやつでございますよ。今まさにこの、ね、消費想定やらでね、もうクソみたいに ね、税金上がってね、現状も上がってね、とんでもないことになってるね。このご時世で、この価格に、いや、さすが業務スーパーさんやなと。いうことでね、早速ね、買ってきたわけでございますよ。ちなみに、あと塩ラーメンもね、買ったりとかしてね、普通に味噌ラーメンなんか買ってたわけですよね。いっぱい買ってきたわけでございます。何かお一人様、一袋かきではないですからね。とはいえですよ、やはりこれだけ安いと、皆さんもちょっと思うんじゃないですか。なんか裏があるんちゃうのと。やっぱしね、ちょっと私も気になるわけでございますよね。で、まあ、ここでね、やはりね、普通とね、違うのはね、やはりここでね、やはりね、端くれでもね、YouTuber ですからね、じゃあね、ちょっと調べてみようじゃないかということでね、ちょっとね、いろいろとね、調べてみました。ということでね、今回はね、この、5食入り143円のね、業務スーパーのラーメンのね、真相に迫るってことでね、徹底的にね、ちょっと解説やっていきたいと思います。そういうのもあってね、解説するにはどうしたらいいかっていうとね、データを取らないといけませんからね、今回はね、ベースを、明星チャルメラで、まあ、一般的なラーメンってことで、明星チャルメラ、まあ、よく言うじゃないですか。とか、あとは、まあ、同じ醤油ラーメンってことで、ね、出前って、これ、まあ、特売だから買ったっていうのもありますけどね。このあたり、まあ、大体ね、特売で、これ、両方とも298円か。ね、やつやつとかね、あちらにも同じく配られたから、チキンラーメンもね、やっぱ定番のこれ外せませんでしょとかっていう感じで、まあいろいろちょっとね、お安いやつ、商売屋さんで安いところやったら、であとは安いところで、この辺りとか、これはね、
とかいろいろあったんですよね。これトライアル153円とかぐらいで売っとったりとかね。これ198円、よく見かけますよね、赤ひげのやつは。あのスーパーのね、あの安いコーナーでね、売ってるように。このあたりとかはね、ちょっと定的に比較してね、本当にね、これでも、いやもしかしたらちょっと怪しいね、食品買ってるんじゃないのとかね、心配な方もいると思いますんでね、ちょっとね、いろいろとね、私なりにね、調べたりきたいと思います。ということで、ね、ここからちょっと画面をね、こっち、別の画面になってますけどね、こっちのね、ちょっとエクセルとかの画面に切り替えて、徹底的にね、ちょっと分析とかもやってみようと思います。よいしょ。はい、ということでね、画面をね、こっちのまた、パソコンの画面に切り替えてきましたけどね、まあ、こんな感じでね、ちょっとリストを作ってみました。Excel というか、Excel っぽい、Google のね、スプレッドシートで、作ったわけでございますけどね、無料なんですよね、このソフト。ありがたい話でございます。Google さんですね。で、試しにちょっと出してますけどね、こんな感じのリストです。まあ、品名ね、まあ、今回これ、ここにちょっと、とりあえず、なんて言っていいのかな、基準値にするのに、明星チャルメラは入れてますけど、チャルメラで、味はまあ醤油味。まあこれもね、醤油味噌とかいろいろありますよね。それに合わせて作りますよと。で、メーカーはまあメーカー名ですね。まあ今回はそこまで大きなことではないかな、ここは。で、税抜き価格。今回は税抜き価格で統一します。で、何食入りか。これは最近3食入りとかもね、出てきてますんでね。今回はね、全部5食入りで統一してますけど、まあ今後のね、比較データを取るのに、まあ入り数をですね、出してきて、そこから1食あたりの単価をね、出してみようということですね。ですから今回の場合、明星チャルメラ、これ特売ですけど、298円で、スーパーで買ってきましたんで、そうするとまあ1食あたり 59.6円、まあこれぐらい相場ですよね。うん、まあ大体まあスーパーで一応働いてましたからね、まあだいぶね値段変わりましたけど、まあそれでも大体相場をね読んだりもできますんで、これぐらいかなということでやってみます。で、298円で、まあ実際肩値段でこれはやってます。そうすると1食あたり 59.6 円になってくるんですね。で、内容量 97g で、その中から麺の量ね、全体の量から 90g、 何には麺に何があるかって、火薬とかの量ですねが、これで含まれてきますよね。ですからチャルメラの場合は 7g ね、麺以外のやつが入ってるんだなってことですね。一応麺比率っていうのも出してみました。これがね、いざつけてみたら結構面白かったんでね、後々それはねまたちょっと解説していこうと思いますよ。で、使用油量ね、500g とかになってます。まあいろいろと入ってます。これあたりもね、意外とね見てた面白かった。500g で茹で時間とかね、であと熱量とか、いわゆる食品成分でね出てくる、タンパク質、脂質とかね、いうのがずらーっと書いてます。横にね、単位に書いてあります。熱量はキロカロリー、タンパクグラム、脂質、炭水化物、食塩の量はグラムで、食塩はね、麺と火薬の内訳分 と、スープ分とで、全部ね、基本的に分けて書いてありました。そういうルールになってるのかな、っていうことなんで、これは入れときました。で、あと、ビタミン B1 とかこれ書いてありますけど、これはね、やっぱメーカーさんによって書いてないところもありましたんで、書いてあるところは、載せておきましたよということですね。で、ジャスマークありなしっていうのがありますけど、ジャスマークって何かって言ったらですね、まあ、これちょっと、実際に、ジャスさんの、ところね、公式サイトのところから見ていきましょう。これです、日本食籍、即席食品工業協会さんっていうところが、作ってるインスタントラーメンナビっていうところがあります。そこのところで、JAS についてね、ちゃんと、明確に、示していただいております。組み出されたメーター厳しい基準に合格したものにこの JAS マークっていうのが付けられますよということですね。日本農林水産省もこれ管轄してるんでしたっけね。農林物資の、規格化加工に関する法律で、満たされたものということで、今いろんな食品に対してその規格を満たしてますよっていうのに対してこのジャスマークがつきます。で、インスタントラーメンも、そのジャスマークの基準っていうのがありますよということで、ここに書いてありますね。ジャス認定工場の行う品質チェック項目ということでね、こういうふうに明文化されております。例えば小麦粉、原料及び材料の品質ですね、水分量、水分含有量とか、これは、質譜、何でしょう、質譜ですから、どれぐらいの、湿り気具合とかそういうことかな。うん、で、あとは官能的品位、これは要は、味とかですね、いわゆる五感ですね、に関する、品位、
で品質証明書があるかどうかっていうところとかが入ってくるということなんですよね。同じくそば粉や油脂ね、酸化と、過酸化物価、AOM 試験、ちょっとこのあたりはちょっと私も詳しく知りませんけど、官能的品、品質証明書という、であとは、調味料とかに関しては、不溶性固形分ですね、固形分がどれぐらいあるかとか、水分とか塩分の量とか、官能的品まで入ってますね。粒度、これは、要は、粒がちゃんと溶けるとか、そういうようなところとかで、あと細菌検査ね、というようなところとかの厳しいチェックが入ってますよと、添付油脂、あとは油脂のところもこんな感じでね、あと火薬も水分、水分活性、細菌検査ね、やはりここにも細菌検査入ってきます。官能的品に異物混入とかね、そういうのが起こらないようになってるかっていうのもちゃんと、調べられた安全な、要は安心してお食べいただき、お召し上がりいただきますよっていうマークですよっていうことなんですね。だからといって これがないイコール、絶対やってないというわけでは ないはずなんですけど、要はこれを取ったり申請とかするのにもやはりそれなりにコストがかかりますんでね、このあたりとかもね、今後のその、商品を見ていく上でどうなってるのかということですね、まあ、これをちゃんと満たしていますよっていう証明書は JAS マークとか、まあ、他にもまあいっぱいありますね。原材料の配合割合に、混合時間、麺の厚みとかもあるんですね。製麺後の状態に、蓄熱温度、蒸気圧、時間、蓄熱後の状態とか、あと味付けね、時間、調味液の状態、味付け後の状態、油処理、湿度、時間、油量とかね、あと乾燥処理もちょっと言ってた気がないので、冷却、してる時間とか、冷却後の状態とか、容器または梱包状態に製品の品質ってことで、こんだけ、あとは保存試験なんかもあるんですね。ちゃんとね、麺、添付調味料火薬薬味についての、理化学試験、油の変質の度合いとかね、そういう保存してちょっと油が変質したりしてないかとかね、要は風味が落ちたりしないかとかっていうのをこれだけことがついやってるっていうのがジャスマークなんですよっていうものですということですね。ということで、まあ、明星ちゃんのね、さすが明星さん、このジャスマークを持ってますよってことですね。で、あとはね、調理方法もね、書いてみました。よくよく考えてみたら、調理方法ってね、改めて、なんか自分で、わざわざね、結構袋めて、私なんかこういうので全然見ない、パソコンとか何でもマニュアル全然見ないってね、壊れた時に初めてマニュアル、あれどこやったっけってね、やるタイプなんでね、当然ね、袋麺も全然見ないんですけどね、改めて見てみたらね、結構面白い、結構違いがあったんで、それぞれのね、やつを出します。まあ、明星チャルメラだったらこんな感じで、ね、お湯を沸騰させ麺を入れる、軽くほぐす、粉末スープを器に入れておく、麺が触れたら火を止める、鍋からお湯だけを、先に、器に入れ、でスープをかき混ぜて溶かして、最後に麺を入れて軽く巻き混ぜて、仕上げに秘伝のスパイス、これがまあチャルメラの特徴ですね。秘伝のスパイスがついてますかね。これを最後に振りかけて召し上がれということですね。おお、なるほどという、これがね、自分なりの作り方ってあると思うんですけどね、それぞれのメーカーさんがやっぱり推しの作り方ってのがあるわけですよね。これなんかでも多分もう何ヶ月も会議を重ねてですね、いやこの順番の方がいいとかね、こういう風にしてとかっていう表現にしてとかっていうのをね、もう特に日本の企業ですからね、もう無駄にこういうのやりますからね。そう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 、無駄にって言ったらあかんな、ということなんで、これもねちょっとまとめてみました。するとね、結構ね、メーカーさんの、ね、違い出てきますよということですね。であとアレルギーね、のやつも作りました。ちなみに丸は食べて大丈夫よっていうね、バツが赤くしてありますけど、バツになってるやつが含まれてますよっていうことです。ちょっと、分かりにくいかなと思ったんですけど、いや食べちゃダメよっていうことでバツにしました。小麦アレルギーの人はダメよっていうことで、バツにして表現してあります。ですからチャルメラの場合は小麦、卵、乳成分、あとはエビもダメなんですね。入ってるんですね。で豚肉、鶏肉、牛肉全部ダメ、で、大豆もダメ、まあ醤油ですからね、仕方ない、でゼラチンも入ってますよってことです。意外とゼラチンの違い言ってましたね。であとは、おすすめトッピングね、あのね、調理方法とかね、脇とかにね、こういうのを入れるといいですよというのが書いてありますよ。でちなみにチャルメラの場合は肉、野菜などを入れると、より一層美味しくいただけますみたいな感じで書いてあったかな。チャルメラの場合はちなみにこんな感じの表現、お好みで肉野菜などを加えますと一層美味しく召し上がれますっていうね表現になってますね。これもね結構ねいろんなメーカー調べたんで、ね、違ったんで面白かったんですよ。今回はねとりあえずこの143円のね醤油ラーメンね、
フォーカスを当ててね、見ていこうと思いますんでね。では他のやつはどうなってるのかね、ちらっと見ていきましょう。はい、ということでね、ちょっと、グラフをね、一つ増やしてみましたよ。評判屋さんってやつをね、ちょっと増やしてみました。まあなんでかって言ったら、これ同じ明星食品さんなんですよね。チャルメラっていうのと、最近ね、この評判屋さんっていうのが結構、お安い値段でね、売ってるじゃないですか。これがね、実際、スーパーで買ってきた198円でした。で、同じね、明星の醤油ラーメンやけど、100円値段が違うじゃないか。で、どうしてこの、ね、違いができてくるのかっていうのを、まず同じメーカーの前でが、一番、近い、ね、条件で見ることができますから、これで見てみましょう。じゃあ見てみるとどうなるかというと、まずパッと違うのがね、100円値段が違います。イリスは一緒ですから、単純に20円あたりね、一緒方に20円違ってきます。これ大きいですよね。この違いどこで生まれてくるのかなって見てみたら、まずパッと見てね、出てきたのがこれですね。内容量が違います。97グラムチャルメラがあるのに対して、評判屋さんは86グラム、11グラム軽いんですよね。で、麺の量が単純に10グラム少ない。で、あとは火薬も1グラム少ないってことになるんですけど、それに合わせてでしょうね、スープの量とかが多分変わるってことでしょう。単純にこの量が少ないんですよね。あ、そうなんやってね、結構これね、店頭で並んどったらね、多分気づきにくいと思います。試しにちょっと、この画像で見えるかな。うん。ね、こんな感じですね。よいしょ。これが評判屋さんね。で、チャルメラがこんな感じ。ね、ああ、こっちの方が。パッと見ではそんな違い分かりませんよね、これ。よいしょ。これぐらい引いた方がいいかな、こっか。ね、こんな感じ。ほぼほぼね、パッと見ては分からない。で、横に並べてもね、そんな 10g ね、軽いかって言われたら分かりにくいですよね。でもね、実際にね、こうやってね、表記を見てみると 10g 軽いんですね。まあ、これが多分、原価では一番大きいんじゃないかな。そうすると 12% ぐらい削れてますよね。 12% 削ったら、でも価格で言ったらもうちょっと他のところも削ってると思いますけどねっていうことですね。でもああ、これは一つ大きな違いですよね。で、次に塩油量を見ていくと、これは麺の量に合わせて塩油量がやっぱ変わるんですね。チャルメラの方がやっぱりね、麺の量が多い分、油も使います、500グラム。それに対して、評判屋さんは450ミリリットルで、これ、ミリリットルになってますよ、ということですね。ですが、50ミリリットルでやっぱし、ちっちゃい。いや、その分、ワンサイズコンパクトになってるってことなんですね。茹で時間は一緒でしたね、ここは。で、熱量とかもやっぱりその分、小さい分、変わってきますよね。単純にこっちの、評判屋さんの方が、こう、ちっちゃくなってきますよね。442-390、タンパク質も、ちょっと、少ないし、脂質もその分やっぱカットされます。まあ単純に量が少ないからね。で、炭水化物も 54.1、まあそうですね、減ってますよと。で、食塩もその分やっぱ減りますよね。で、やっぱ特徴的なのは麺がね、でも 10g 減っただけというところで、1.1 減ってるんですよね。あ、1g 減ってるんですよね。これ結構大きいですね。半分になってますもんね。へーってね、ここはちょっと驚きでしたね。スープもでも 1.4 減ってるってことは3分の2になってますから、グラム数から言ったらだいぶその塩分とかもヘルシーになってる。まあ多分味がその分ちょっと薄めな感じになってるっていうことなんだと思います。まあそれで多分これは多分原価率に影響があるんじゃないかなということですね。で、ここは同じメーカーさんなんで同じビタミンとかも全部載ってます。そうするとビタミンがね半分になっちゃうんですね。で、B1 はね、で、B2 も結構減りますよね。カルシウムもこれね、これだけ減るということで、やはり、この辺り栄養価がやっぱり高い品質で作ってあるのが、チャルメラさんなんだっていうのが分かってきますよね。で、なぜかね、評判屋さんの方はカリウムが書いてありました。352mg 入ってますよ、ということですね。無関水でしたっけ、こっち。ノンフライ麺ではないですよね。あ、フライ麺ですよね。そう。うん。ね、いうことです。で、ジャスマークはこっちの評判屋さんにも入ってます。はい。入ってますね。ちゃんと入ってますよということです。まあ、ここはね、ちゃんと基準は満たしてますよということですね。で、調理方法は、面白いのが、明星と評判屋さんでは全く一緒ですね。書いてあるね、文言もね、ほぼ一緒でした。で、最後のスパイスがあるかないかな、聞いてきてね。で、そうすると、アレルギーのやつを見ていくとね、どうなのかなって見ていくと、こっちの方がヘルシーに作ってあるのがここなのかな、牛肉が
不要分屋さんには入ってない、まあ、そういう意味で言うとアレルギーが少ないというのはありがたいかもしれませんね、うん、その分軽いかな。で逆にゴマはこっちに入ってるんですね、チャルメラには入ってなかったけど、うん、とかゼラチンは使われてないんですね、評判屋さんの方には、っていう感じですね。トッピングはね一緒のやつが書いてありました。まあ、こんな感じで見ていくと大きいのはやはり、この、量ね、量の違いと、この栄養価とかもね見ていくと、あ結構その量がね 10g 減ってるね、90から80になってるだけの割には結構違いが出てきてるね、ビタミンとかに違いが出てきてる、このあたりとかで、あちょっと品質の違いがあるのかなというのが分かってくるのかなというところでございますね、うん、まあこういうような感じになってますよということです。じゃあ他のやつはどうなってるのかっていうのを、見ていきましょう。で今回の場合は使用時解除して、あとね出前一応さんもちょっと先に出しておきましたけど、で同じね、まあ、いわゆる、定番どころのね、2トップ、まあ他にもいろいろありますけど、服の面は。で、まあ一応とチャルメラだったらどうなのかなっていうのを見てみると、よいしょ、ちょっと列を、非表示にしようかな。ね、比べてみると、こうしてみると結構近いのがわかりますよね。で、抜き価格、で、イリスは5。一緒ですね、59.6。まあ今回サブ特売でお塩の値段で買ってきましたけど、グラム数は出前一丁の方が重たいですね。5グラム重たいんですけど、麺の量は2グラム重たいんですね。何かなと思ったらあれですよね、出前一丁はあのごまラー油がついてきますから、あれ液体ですから、やっぱ単純にあれが重たいんでしょうね。ですから、麺の比率は、相対的に、出前一丁の方が軽くなります。やっぱあの液体スープが入ってるやつはこういう傾向にあるのかもしれません。はい、で、とりあえずこの2つ比較していきますよ。使用量は一緒ね。で、熱量は、ああ、出前というのが高いんですね。タンパク質も高い。やっぱ、ちょっと量が大きい分、そうなのが、質はあんまり変わらないんですね。で、炭水化物は高いな。で、多分これはごまラー油よりやっぱ大きいのかな。内面火薬。で、食塩相当量は同じ 5.9 なんですけど、麺と火薬の比率は全然違う。麺火薬はあの出前店の方が、食塩少ないんですけど、スープは 4.1 あるんですね。そう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 。ということですね。結構重たいですよね。で、ビタミン B1、B2 カリウムとかはこんな感じですよってことですね。で、ジャスマークも入っておって、作り方はね、結構、違いが出てます。沸騰させる。で、ほぐすって作業が日清さんには書いてない。うちの麺はもう勝手にほぐれますからってことなのかな。すごいですね。それ、意外とこういうところって感じで、粉末スープをで器に入れておいて、麺がほぐれたら火を止めるってなってるんですけど、こっちは麺がほぐれたら、お湯か、鍋から、お湯だけを先に入れて、スープをかき混ぜて溶かすってなってるんですよね。まあ、火を止めるっていう表現がなかったんですよね。これは最後まで出てこなかったんですね。で、あとは最後まで麺を、最後の麺を入れて軽く混ぜる。こっちはかき混ぜるって感じですね。このあたりもちょっと違いが出ますね。で、最後に秘伝のスパイスじゃなくて、こっちはごま油ってね。まあ、このあたりはですね。で、まあ、これも、アレルゲンとかもあるんですけど、簡単なところでいくと、よしよしよし。入れる、ね、おすすめはね、だいぶ変わります。肉野菜ってね、ミノジョがなってたりとかして、結構ね、具体的に書けますね、日清さんは。煮卵、チャーシュー、メンマ、ネギ、もやし。なるほどなーってことですね。はいはいはい。うん、っていうのが、出前一丁さん。で、いうことでした。こういう風な感じでね、やっぱ、こうね、いわゆる定番のところでも、やっぱこういう違いが、データで見てみると違うがあるんだなーってのがね、分かってきますよね。で、ここからはじゃあちょっと安いやつのね比較をやってみましょう。評判屋さんとじゃあ懐かしのラーメンっていうのがこれがその143円で安かったやつね、あの業務スーパーで売ってるやつ、これをねじゃあちょっと試してみてみましょう。ではこれと出前一丁さんを消してみて、じゃあ比較していきましょう。まあとにかく安い。ちなみに山本製粉さんってところが作ってるらしいです。で税抜き価格はもう143円もう圧倒的ですよね。半分以下、ジャルメラの。ね、いうことで、食事になって、一緒方になると、なんと驚異の30円切って28.6円というね、これはやっぱコスパすごいですね。はい。じゃあ、他のところどうなのかね、でもね、何かさっきみたいな裏があるんじゃないかってことをね、見てきますと、内容量を見てみると、意外とね、
評判屋さんと比べると多いんですよね。やっぱりキャルメラと比べるとね、7グラムほど軽いんですけど、これはあれやなっていうところですけど、面白いのは9グラムね、こっちの方が3グラム評判屋さんより重たいんですけど、麺の量は一緒なんですね。うん、あら、これは面白いですよね。っていうところでございます。つまり、それも火薬粉、実は、こっちの、山本製粉さんの方が多いんですね。これは多分、チャルメラに比べてヘルシーな感じになってたじゃないですか。それと対して、こっちはもう、これが主役やという感じのね、要は味付けになってるっていうのがね、ここから見えてきますね。ただ、それの おかげでといいますか、要は、火薬の量が多いという兼ね合いで 89.89% と 90% 割り込むんですね、麺の比率は。へーって意外とこういうところに違いがあるんですねって。ちなみに出前一丁でもギリギリ 90%、 あの液体の入ってる出前一丁でも 90% 保ってましたから、そういう意味でいくと結構これは、火薬、いわゆるスープの量が多いんだな。ちなみに液体スープじゃなかったんで、種明かしだけ入れておきますと。ということは、これ相当スープの量が多い、火薬の量が多い設定になってるんだな、というのが分かってきますね。で、使用油量は 450g。これは、ですので、麺の量から、ね、察する通り、評判屋さんと同じ基準になってますね。茹で時間も一緒、3分。で、いうことです。意外とこれ3分は、ほとんど3分でしたね。で、熱量、とかって見てみると、そういう兼ね合いで、結構高いね。404。まあやっぱチャルメラと比べるとだいぶヘルシーな感じ。あとちなみにちょっと横に塩も書いておきましたけどね。こう見てみると味でだいぶ違うんですねっていうのもわかりますよね。タンパク質は 6.5g。これは、ですから、カロリーは高いですけど、タンパク質は、で、高タンパクではないんですね。やはり、ちょっとの差とは言いますけどね。意外とこういう差が出てくるんだな、ということですね。脂質が 16.6 っていうことで、まあ、ほぼ一緒か。で、やっぱり、このあたりはチャルメラさんの方が高くなる。まあ、その分、やっぱりそこね、美味しく感じるところがあるんですよね。炭水化物は57.2。まあ、だいたい、評判屋さんよりはこのあたりって高めにはなるんだけど、チャルメラには180ほどの量にはならないんですね。で、面白いのは食塩相当量は結構な差があります。3.5g ね、評判屋さんに対して 5.5 とか 2g 違うんですね。まあ、ね、隣の塩が6になるのは、これなんとなくね、理由ばかりじゃないですか。塩ラーメンですからね。それは塩のね、比率は高くなるだろうってことなんですけど、面白かったのが、いや、でもね、こうやって見てみると、内訳を見てみると意外と違うんですね。見てください。これ、麺は 0.4g なんですよ。めちゃくちゃ低いんですよ。表面屋さんと比べたら、もう半分以下でしょ。同じ重さのやつでも。で、これが、チャルメラと比べてみると、もう、5分の1以下っていうことなんで、まあ、ね、0.5 から見てみたら4分の1か。ね、っていうことですから、これ相当麺は、食塩を使わないような構造になってるっていうのは、これユニークですよね。っていうところです。で、うちスープは、そうするとじゃあ、平均のあれってなりますよね。スープ、ベランボーに塩分高いですわ。多分、これで、味付けが濃い感じになる、ギミックにしてるんですよね。スープで、味を出すっていう感じがあるんでしょうね。で、ビタミンとかの表記はこっちの方ありませんでした。で、ジャスマークはこっちは入ってませんでした。うん。なるほど、なるほどと。やはり、そのあたりもコストカットの一環なんでしょうね。ジャスとかね、役所が入ってね、こういろいろとね、調べてやるっていうのがね、あると、その分、やはり、コストがかかりますからね。それはやはりコストカットの一環で入ってないんじゃないかなというところですね。ただ忘れてはいけないのは、これが入ってないから、じゃあ、ね、非合法な、ね、食品使ってるのかっていったら、そういうわけではないと。これはね、大事なところで、それは食品衛生法で、食品法とかっていうところでちゃんと決まってますんで、それはそのジャスマークとか関係なく守ってないといけませんよっていうことですね。ただ、その、検査の方が、その、ジャスの基準とはちょっと違いますよってことですね。うん。っていうことです。で、いうふうにやってますよってことですね。
で、作り方を見てみると、まあ、結構似てますよね。ちょっと面白いのがお湯を沸騰させ麺を入れる場所なんですけど、表面さんとかね、茶色い麺が軽くほぐすなのに対して、こっちのラーメンは十分ほぐすなんですね。もうガツガツほぐしてって感じですね。さっきに出したね、日清さんがね、ほぐすっていうのが一切書いてなくて、いや、うちはもう勝手にほぐれますからって感じで書いてたのに対して、ね、明星さんは、まあ、軽くほぐしてくださいよっていうのに対してね、こっちはもう十分ほぐしてっていうのがね、ちょっと意外とメーカーさんなりが出てきますねっていうところですね。で、面白いのは、粉末スープを、明星さんは器に入れておいてください。丼の方に入れておいてくださいよって言うんですけど、こっちはそのまま3分煮込んで、火を止める間際に粉末スープを入れるんですよ。で、だから鍋の方に入れるんですね、スープを。意外とこういうの気合いあるんですね。鍋の方に入れて、そのままかき混ぜて、そのまま丼に移してくださいっていうことですね。これが結構メーカーさんで分かれるんだなっていうのが分かってきましたね。はい。で、ちなみにアレルギーの方は、これ三角っていうのが出てきましたね。これは何かって言ったら、要は食品成分、アレルギーに物質には含まれてないんですけど、いわゆる同じ工場でこの製品も取り扱っております的なやつですから、そばとかでね、アレルギーの強い人ですけどね、本当にそのそばをね、一度使った調理台で別のやつ料理を作ると、もうそれでそばアレルギーがね発生するとかって、卵も聞いたことありますわ、うん、そういう方いますよっていうね、聞いたことありますが、それのために、うちではこれを使った商材を同じラインとかね、同じ工場で作ってますよっていう表現機がありましたやつは、これ三角にしてあります。今後もちょいちょい出てきますっていうことですね。で、乳成分は全部ダメに対して、エビはね、使ってない。やはり、この辺りで旨味を出そうとしてる、明星さんと、いや、そういったところでコストカットよっていう感じがちょっと見えてきますよね。あとはね、面白かったのはね、懐かしの醤油ラーメンはね、豚肉はダメなんですけどね、鶏肉も使ってないですね。鶏ガラを使ってないというのは意外でしたね。醤油やから絶対鶏ガラは入ってくるのかなと思ったので、これ入ってないですね。ということです。ちなみに、丸が振ってあるのと振ってないのがありますけど、これはね、単純に明星さんとか、あと日清さんもそうなんですけど、全品目が書いてあって、これが入ってます、これが入ってませんって明記してあるタイプのやつと、うちはこのアレルギーが入ってませんっていうやつは、これが入って、入ってません、あ、入ってます、これは入ってます、これは入ってませんという表記がないやつの場合は空白にしてあります。だから原則は入ってないっていうことになってると思うんですけど、入ってませんよっていう明記はなかったんで、一応空白にしてあります。で、入ってますよというやつが赤で分かるようにちょっと作ってみました、図をっていう感じですね。で、あとはですが、これはブルーだけで、やっぱり大豆はダメなんですね。で、ちなみに塩ラーメンでも大豆はダメなんですね。ということで、あとごまもやっぱダメで、ゼラチンはこっちも入ってなさそうということですね。で、面白いのが、ここからね、おすすめトッピングを見てみると、あ、これ結構メーカーの差が出ますよね。明星さんは肉って言ってるのに対して、山本製粉さんはチャーシューって言いますね。あ、これもね、今後ね、派閥出てきますよ。いろんな派閥出てきます。面白いです。で、こっちは野菜入れようというのに対して、こっちはメンマって感じで、ラーメンって感じのね、トッピングをね、こう押してるのに対してね、結構肉と野菜とバランスって感じのね、やつを出してくる明星さん、面白いですね。こういう違いがあるんだなってことですね。ちなみに他にもね、ちょっといろんなメーカーですもんね、ずらーっと調べたらガーッと書いてありますけどね、これ全部今一時喋っとったら、多分ちょっとキリがなくなってきてしまいますんで、最後にね、同じ値段の安かったやつでね、何があるかなということでね、ちょっとそれで比較してみようと思いますけど、ちょっと、醤油ラーメンだけにさせてもらって、表記で、糸麺さんは、ちょっとここは無衛生麺だけど、ちょっとまた独特なやつでね、それがまた私の、好きなところでもあるんですけど、ちょっと今回はちょっと、非表示にさせてもらいます。これはまた、糸麺さんは糸麺さんで、徹底的にね、やりますからね。よいしょ。で、赤城と、ここも安かったところでしょ。で、チキンラーメンはね、ちょっとね、こうやってね、データにしてみるとね、もうここは赤いところからね、わかりますけど、だいぶチートでした。チキンラーメンはちょっとチートです。ちょっとあまりにも、独特な、我が道を行きますんで、ちょっと、
これはこれでちょっと、後々やりたいと思いますけどね。徳島ラーメンもね、ちょっと独特でしたけど。とりあえずね、じゃあ安いところ御三家ってことでね、まあ、本当はね、ちょっとトップバリューも買ってくればよかったんですけど、トップバリューちょっと、うまくと寄れなかったんで、マックスバリューにね、イオンにちょっと寄れなかったんで、ちょっととりあえずこの3つ出してみました。スナオシさんと大黒食品赤城。大体この安いあのところで見かける御三家と私はね、呼んでますけど、このね、赤城さんと、これ中小のスーパーとかに行ってね、やたら安いあの袋麺があると大体この赤城なんですよね。で、この砂越さんもまた同じくね、この大体赤城が入るか砂越が入るかっていうところでね、こう、安い、激安袋麺コーナーがね、こう争われるわけでございます、シェアが。ということで出してみましたね。今回はね、スノーシさん、これトライアルで買ったもんで、税込み価格だったんで、ちょっと、そこから税抜きに書いたら変な価格になってますけど、そういう事情でございます。安かったですよね。ということでね、並べてみるとこんな感じでした。赤城さんの醤油ラーメンは、198円。これ多分探せばもうちょっと安いところもあると思うんですけど、うちの周りだと198円が一番安かったです。で、砂押しさんは、ちなみに、これのためだけにスーパー15軒は回ったかな？ね、回ってますからね。それなりの、フィールドワークできてます。まあ、もともとスーパーはね、いろんなところ寄りますからね、私は。うん。まあ、それはそれやりたいところですけど。で、砂押しさんは156円。これ安かった。ちょっと143円っていうチートが並んでるんであれなんですけど、156円ってのもね、十分安いですからね。っていうことでございますね。で、イリスは同じ号で、そうするとやはりね、でもやっぱ30円の大田切ってくるのは、この懐かしラーメンだけなんですね。山本さんだけで。砂押しさんもでもギリギリ31円まで来てますからね。いや、これだって十分安いですよ。もう、ほぼほぼ普通に売ってるやつの半額、ね、レベルのところまで来てますからね。そう考えると全然安いんですけどね。まあ、どうしてもこういう風になってきますよということです。じゃあ、このあたりどうなのかって見てみると、内容量。なるほど。こうしてみると内容量ね、ちょっと差が出ました。一番少ないのは赤城さんね。赤城さんのところで 75g で、山本製粉さんと、砂押しさんはほぼほぼ一緒ですね。っていうふうになってます。ただ面白いのが、麺の量がこれだけ、少ない、ね、一緒ですけど、やはりちょっと、でもやっぱ砂押しさんも 90.91% ということで、ね、90% 麺比率切ってはいませんけど、まあまあ火薬の量が多いなっていうのが分かりますよね。うん。対して赤城さんは火薬の量がそこまでこれ、麺の量も少ないところで、全体的にも軽くなってますから、これ全体的にだいぶ軽いんだなっていうのが分かります。だから比率で言うと、明星チャルメラとあんまり変わらないんですよね。なることになるけど、これは面白いですね。で、塩油量は全部 450ml。これがやはり格安のところは、この、やっぱ、クラスになってくるかな。450クラスと500クラスで分かれるのかな。スーパー GT みたいに言ってみましたけど、一時期よくありましたよね。スーパー GT でね、2011年の初音ミクさんとかね、やったら早いのが言うとね、これはもう GT400 ですよね、とか、GT450 かな、とかってね、ユラさんが言い始めるね、あれですね。うん、あんな感じ。うん、そう考えると結構いいんじゃないですか。いい感じがしてきたじゃないですか、450g の。ね。っていうのは置いといて。で、ここはまあ一緒、イーブンイコール、茹で時間も3分で一緒。で、そうして見てみると熱量とかカロリーとかを見てみると、全体的に軽いんですけど、結構差が出ましたよね。さっき見た時に分かるように、赤城は とにかく軽いですが、そこでこれがカロリー軽くなるのは分かるんです。ただ、同じ麺の重さの、この山本さんのところと砂越さんのところで、砂越さんの方がだいぶカロリーが低いの分かりますよね。うん。あ、そっか、この同じ麺の量でもこれだけ変わってきて、もうどっちかというとここに近いですもんね。赤城さんと砂越さんの方が近いという構造になってますということで、タンパク質とかは、でも逆にタンパク質は赤城がダントツで高いですね。ね、これも面白い。ね、あれだけね、その軽いんですけど、麺、ちょっとタンパク質でやっぱりそこまで相関関係が
薄いのかな、あれまでもね、いうところがありますよね。脂質は一番減るし、やっぱ赤さんもやっぱ量が軽いですからね。タンパク質だったら高タンパクっていう見方ができますよね、そういう意味では。ですから、ね、あのいわゆる低カロリー高タンパクな食事をしよう、ね、量は少ないですけどいいじゃないですか、それができるってことですね、中家さんだと。なるほど。で、脂質は一番、山本さんが高い、そういう意味で考えたら、あのいわゆる、ね、もうね、我々のようなね、あのね、少ない量でね、あの少しでもね、あのカロリーを蓄えたい人は、この山本政府がね、一番カロリーのコスパはいいぞということでございますね。で、炭水化物もダントツで、そうなんですね、そうカロリーが高いから、そうですね、炭水化物は当然ダントツで山本さんに軍配が上がって、もちろんね、食塩の量はこうしてみると各社にだいぶばらつきがありますよね。で、特徴としては赤木さん麺の食塩量すごく高いですよね。そのチャルメラと比べると、チャルメラと比べると、ここのラインですから、5.9 に対して5.5、まあ確かにちょっと少ないようですけど、考えてみたら麺の量が 70g とどんとく少なかったですから、そこのこと考えると麺なのに麺の食塩含有量が他の麺の量が多いところよりもね、ちょっと頭一つ抜きんでても、特にまああのああこれ、しまった、評判屋さんと比べとる、間違えた、ここね、こっち麺ね、この5.1なんですけど、麺のところでいくと 0.4、0.5 ですから、品川さんもかなり麺のね、あのあれは少ないんですけど、1.5 になってるんで、これあれかな、火薬 2.1g っていうのには火薬が含まれてるってなってるんですけど、秘伝のスパイスこっちに入ってるのかもしれませんね、もしかしたら。そういうふうに見てみたら、ちょっとまあ量が全体的に多いから、まあそれもなちょっと納得はいくところですけど、とにかくこの赤木さんのところはこれちょっと一つ抜きに出て高いですよね、っていうふうになってきますよね。その分スープは少ない、ですから、なんて言ったらいいかな、塩分を気にする方でしたら、砂押しさん、山本さんのところは、スープ残すとね、だいぶ塩分抑えられますよっていうのに対して、スープを残す人だったら、あれですね、食塩の相当量が、一番少ないのは赤木さんになってくるんで、赤木さんで、やった方が一番食塩、スープを飲むことを前提にすると、こっちの方がいい。でも、こうして見てみると、スープの、食塩量はだいぶやっぱ明星さんも削ってきてるんだなってのは分かりますよね、大手さんは。っていうところですね。で、やっぱこの辺りの評論はなくて、ちょっと分かれたのが、ジャスマーク、ね、意外と言ったら悪いかな。ね、この手に安いやつはね、みんなジャスマークついてねえんだろうと思ったらね、赤木さんを取ってるんですね、ジャスマーク。その含有量とかの違いもやっぱこの辺りでジャスの影響もあるんですかね。あの含有量とかが変わってましたから、もしかしたら意外とこの食塩の量とか減らしすぎるとジャスのその品質基準を満たさないようなことになってくるのかもしれませんね。なるほど。で、作り方を見てみると、これまたちょっとね違いが出てくるんですね、三者三様。お湯を沸騰させる、まあこれは一つと思いきや、スナウスさんの場合は沸騰してるお湯 450g を用意するんですね。450g を、沸かして、沸騰させるんじゃなくて、もう沸騰した状態 450g 欲しいよっていう、違い。これがどれぐらいの差になるのかっていうと、まあ一概には言えないんですけど、ちょっとまた後でね、別の動画でやると思いますが、金ちゃんラーメンっていうのがありましてね、徳島製粉さん、あの金ちゃんヌードルで有名なところの袋麺タイプの金ちゃんラーメンっていうのがあって、そこの参考にすると、沸騰したお湯の場合は 450g 用意してください。沸騰していない場合は 500g の、お湯を用意してくださいってなってましたんで、まあ、50g くらいその沸騰で沸騰させるかどうかで変わってくるのかなっていう、目安にはなるのかなと思います。まあ、そういう意味で言うと、この辺りもちょっとこだわりが見えてきますよね。はい。で、麺を入れます。そして、面白いのが、散々ね、さっき言いました、山本さんももう十分か、ね、ほぐしてよって言いますね。それに対してね、
これね、麺を入れるっていう、あ、そう、砂内さんはね、麺を入れるっていうのをわざわざ項目として書いてました。お、用意します。煮立たせます。麺を入れます。3分煮ますって感じで。お湯を、あ、まあでもこっちもそうですね。沸騰させて麺を入れるか。そうか、そうか。っていう感じですよね。で、十分ほぐして、3分煮込む。これもね、ちょっと表現の仕方が違うんですね。面白いですね。軽くほぐして粉末トップを入れておいて、麺が触れたら火を止めるっていうのに対して、煮込むって表現がないんですね。山本さんは3分煮込む。赤木さんは3分煮る。で、砂内さんは3分煮る。ただし、湯量とか、時間は、茹でる時間はお好みで調節してくださいという正しい書き書いてあります。意外と分かれるんです、こういうのね。で、あとは、こっちね、山本製粉さんが火を止める間際に粉末スープを入れよう。ね、これは、鍋の方に入れるね。で、いうのに対して、こっちは全部そうか。まず、火を止める。火を止める。火を止める間際、だから、火を止める前にスープを入れる派と、火を止めてからスープを入れる派。分かれるんですね。で、軽く混ぜる。ね、そこから軽く混ぜる。方と、で、粉末スープを加えて混ぜ合わせる。で、添付スープを加え、添付とか粉末とかっていうのも分かれますね。加え、よくかき混ぜる。ね、軽く、よくとかね、結構分かれますね。そして、素早く。なんかね、山本さんはとにかく素早くどんどん移してくださいっていうのに対して、丼に移すってなるでしょ。で、こっち赤木さんは器に移す、砂内さんは丼に移す。なんと、丼派と器派っていうのがこれで分かれてきました。明星さんと赤木さんは器に対して、山本さんと砂内さんは丼派なんですね。こんな違いも出てくるんですね、ということですね。で、表記の仕方がやはりね、この3社似てました。同じように感じで書いてあって、いわゆる、これは入ってませんよという表記じゃなくて、これが入ってますっていうのと、同じ工場ラインで、使用しているものがありますっていうやつなんですけど、ちょっと分かれたのはこれね、砂内さんは卵は一切使うラインが入ってないみたいなんですね。で、あとは、ね、分かれたのは、やっぱ鶏肉使いますよね。砂内さんも、やっぱ赤木さんも鶏肉使う。鶏肉使わないというのはね、醤油ラーメンを追随こいつだけでしたね。山本製粉さんのところ。なるほどな、こういう違いがあるんですね。あとは、大事ね。まあ、ですが、アレルギーはそこまで変わらないと思ったらね、ごまが赤木さんは入ってないんですね。醤油ラーメンだとごまラー油とかのイメージもあるんでね、ごまは、結構必須で入ってくるのかなと思ったら、意外と赤木さんは入らないとかっていう違いがあるんですね。で、お好みのやつも、こんな感じ、ちょっと微妙に変わるんですね。おすすめトッピングっていうのが、山本製粉さんはチャーシューメンマに対して、赤木さんは焼き豚メンマ野菜なんですね。もう明星とね、山本製粉さん全部足しましたって感じになってきますね。に対して砂内さんはまずお好みの野菜でチャーシューメンマなんですよね。ここで唯一最初に肉を持ってきてないですよね。砂内さんはヘルシーに行きましょうや、まずは野菜に合うように作ってますからっていうことなんですかね。へーっていうね、ちょっとしたね、違いなんです。あと、チャーシューと焼き豚っていう書き方だったり、肉っていう書き方だったりね。これもまたちょっと、分かれてる面白いところかなと思いました。っていう感じでね、見てみると、まあ、結構なね、違いとかがあるっていうのがね、分かってきたんじゃないかと思います。でもね、まあ、やっぱし、あれですよね、よいしょ。ちょっと私の画面をデカくして、でもまあね、ここまで見てきましたけど、いやいやいやいと、ね、こんだけね、そのね、机上の空論じゃないかっていうね、意見の方もいるかもしれませんよ。そうね、いやいやいや、こんだけね、そのいろんなデータをね、見たのが分かってます。でもね、安いやつは信用できないのよ、不安なのよ、安いとっていうね、方もいると思います。ということでね、じゃあね、その不安を解消するためにはどこを見たらいいのかっていうのをね、こっからやっていこうと思います。長いぞ。長いのは徹底的にやってみますね。徹底逃走シリーズみたいな感じのね、長い動画もね、また今後やっていこうと思いますみたいな。で、どこを見たらいいのか、じゃあそういう時ね、気になるね、栄養表示とかもね、うまく見たけどね、それじゃ見えてこないね、不安な要素っていうのがあるのよ。何かなとかって言ったら、やっぱ添加物とかやっぱ気になるんですよね、そういう方ですと。
じゃあそのあたりとかどうなってるのかね、見る方法っていうのはねあるんですね。まあ表紙によってちょっと場所は違うんですけど、だいたい裏側とかにこんな感じでね、よいしょよいしょよいしょ、いろんな、定義とかがずらーっと書いてあるやつとかありますね。ここに原材料名が書いてあります。まあこれは知ってる方も多いと思いますけど、原材料名というのは基本的に量の多い順に書いてありますし、基本的に使用している添加物とかは、こういった食品の場合はね、外食の場合はちょっとまた別になってくるんですけど、すべて、使用しているものを表記しないといけないという、これは法律で決まっております。いやそんなの書かんかったらわからんやないかということなんですけど、原則として国内で作られている、国内で製造されている日本で売られている製品に関しては、ここに関しては、ある程度、信用を置いて、いいと私は判断しております。これは破った場合とか、すごく厳しくなりますし、日本の国内で作られている場合は日本の役所がくっそ細かいところまで見ますから、日本の人がね、こう、くっそこ細かいね、ガッチガチの役人がね、こう、ガーッと見ますからね、結構逃げ隠れが、しにくいっていうのがあります。これ、外国製造とかになってくると、ちょっと話は別なんで、外国での専用工場で作りましたみたいなやつの場合は、多少前つばで見た方がいいとは、正直思いますけど、他にもね、ちょっといろんな抜け道みたいなところがありますね。それはね、ちょっと、それだけで 2,3 時間ぐらいちょっと喋らないといけなくなってくるんで、今回はちょっとそこのところはちょっとまた置いといて、ディープなところは置いといて、まずこの食品成分のところを見てみるとね、写真ね、ちょっと貼っとけときますけどね、この辺りによいしょ。こんな感じで評判屋さんと比べる、評判屋さんと比べるとこんな感じの違いがありますよということですね。比べてみていくと、油揚げ麺で国内製造ね。あ、ちなみに小麦粉国内製造ってなってますけど、これ別に国産ってわけじゃないですからね。さすがにね、国産使ってるはずはないです。まあ、カナダ産かそのあたりだと思いますけどね、オーストラリア産か。うん。国産の場合は国産って書きますよし、国産でこの価格は絶対無理です。確実に原価割れになります。国産で作ったら、やっぱ4キュッパはいりますよね、この手のやつでしたら、と思います。まあ浅草もあるかもしれませんけどね、国産小麦使用というのね。あ、三種で売ってた、三種で売ってたの、ごめん、買ってくればよかったな、明日買ってくるわ。うん、あれはあれでちょっと美味しい、美味しい、美味しいんですけどね、ちょっとそれもちょっと比較にね、あと勇気とかね、あのあたりの、じゃあオーガニックのやつもね、ちょっとね頑張って探してきてね、また今後比較やっていこうと思います。一応まあオーガニックはね、それなりにそれで食ってた人間なんで、オーガニックの食品売ってね、まあそこら辺の人よりは絶対詳しいと思いますんで、またそれはそれでやると思いますからね。でそういう意味でも、いろはのいい、オーガニックとかやるときにね、どんなね不安のあれとかね、そういうのがあるかもしれませんけどね、基本的にオーガニックの専門家の人は8割はこれで固く作って、もうこれで肩つきますから、なんやかんやでね、これうちヘルシーでやってますよっていうようなやつでもね、見たらね、ああっていうのもあるわけでございますよね、正直言うとね。でもそれはやっぱ日本で製造してるやつの場合はもうここに書かないといけませんから、こっそり書いてありますから、その表だっては書きませんけどね、やっぱりそういうところはね、ただこれを見れば基本的には分かりました。8割もこれで分かりますんで、逆に言ったら、ここを見ずに不安だ不安だっていう人がね、それも下半身鍛えずにホームランを打とうとしてるね、ホームランバッターみたいな感じになってしまいますからね、ちょっとダメですよっていうこと、これは大事なんですっていうふうに見ていくと、植物油とかで、あと植物油に、スープ、食塩とか使ってますよと、粉末醤油に、デキストリンがここに書いてあるんだな。うん、で、ごま油、香辛料、タンパク、活水分解物とか入ってますけど、この辺りは多分、一般的な多分袋麺なら全部入ってるんじゃないかな、タンパク。こっちの方、評判屋さんの方見てますけど、小林さんよりこっちの方がいい。チャルメラで見た方がいいか。チャルメラで見てみると、デキストリンとか入ってるスープの項目に、香味調味料とか入ってますけど、ハイエキスとかこれだけで、やっぱタンパク、加水分解物とか入ってきますよね。うん。
で、ネギも入ってるんだ、こっちの方。加工伝統とか、やっぱ、品目が多いですよね、こっちの方が。うん。キャルベラの方が。で、見ていくと、こう見ていくと、着色料とか、増粘剤もそれ、こっち書いてねえな。着色料、酸化防止剤は、まあ、これビタミン、まあ、これはよくあるやつですね。まあ、ちなみに、あと、VC って書いてあるやつとか、いや、ビタミン C なんで、C 線武田飲んでると思ってください。そんなようなもんです。本当に、やばい、調味料の、原材料のやつと、あれは、また、読みながら言ってきますんでね、これで言ったら、アミノ酸等と、アミノ酸等っていうのに、なんか一部の、YouTube のチャンネルのところで、アミノ酸っていうのは、必須アミノ酸とかって言われるようなやつなんだから、安全なんだよって言ってる方、いたりするみたいなんですけど、それはアミノ酸、必須アミノ酸の話です。アミノ酸っていうのは、何百種類だったかな、あるわけでございまして、中には、ちょっと、それはちょっと控えた方がいいんじゃねっていうアミノ酸なんかもありますので、基本的に化学調味料とかで、花鳥が入ってるな、ケミカルが入ってるなって分かる人っているんですよ。実際私の周りにもね、そのオーガニックやってた兼ね合いで、もう、食べた瞬間に、あ、これもケミカル入ってるってすぐ分かる人いました。そう、いう人いましたけど、大体、その人が、最初に感じるのはこのアミノ酸等っていう調味料って言いますね。これが入ってる入ってないで、もうね、舌が痺れるような感覚になるって言いますよね。そういうオーガニックに精通した人になってくると、私なんかね、あ、そうなんやって言いながら、まとめないで幕くくってましたからね、あんたもあんたにすごい精神してるなって言われましたけど、いや、そんなこともありましたけど、まあ、そういうなことはね、ちょっと置いといても、まあ、実際、ちなみに、バッグは入ってますからね、そのあたりは入ってます。っていうか、そうしないと安定しないんですわ。安定して、あれだけの、同じような均一した商品を作るためには、絶対このあたりは絶対入ります。ですからね、まあ、もちろん気になる人はこういうのも一切ダメっていう人もいますけど、まあ、実際ちょっとアレルギーを起こすような人もね、いますから、まあ、それはね、もう致し方ないかなというところがあるんですけどね、一般的に食べるときにこれを避けて食べようと思ったら、基本的には家で作るにしたって家で使う醤油とかでも気をつけないといけませんからねっていう話になってきます。味噌ですね、刺しすせそ全部ね、ちゃんとね、家でね、その自分でね、買ってね、スーパーで買ってやってるからって言ったら、いや、そのスーパーで買ってきた味噌大丈夫ですかって、ね、見てみたらね、あれ、アミノ酸と入ってるんじゃないみたいなね、味噌だと、でもね、安いやつだとね、調味料とかでもね、ありますからね、そう、いうのもありますからねっていうところで、着色料はカラメルにビタミン B2 ってなってますから、まあまあ、こんなところですよね。まあ、直接変なのが入ってます。気をつけないといけないの、赤4号、青3号、あと黄色2号やったっけ、234だったような、とかね、あのあたりが入ってるときは、おっとだった方がいいと思いますけど、あれはバリバリの人工、着色料でございますんでね。ちなみにね、その後に人工調味料とかね、少ないなって余談になりますけど、牛丼とかで言うとね、やっぱりね、松屋が一番ね、その後に本当に真摯に取り組んでるなっていう味がします。ちょっと薄いんじゃねっていうね、意見の人も多いと思いますけどね。あれはよく大衆向けの味で、ああ、そこまで頑張ってるなっていうことがあるので、ですので、牛丼で実は一番好きなのは松屋です、私。親子丼だとね、中尾なんですけどね。でもね、親子丼の中尾もね、三つ葉がなくなったあたりから中尾のね、ちょっと親子丼のアイデンティティが怪しくなってるんですけどね。でもね、やっぱね、奈良さんキャンペーンって言われるとね、やっぱそれを食べるわけでございます、毎日。そんなことは置いといてもね。で、他のところとかで見てみると、でもやっぱり酸素防止剤はやっぱ B は当然入ってきますよね。あ、ちなみにこれ今、出前っていうね、出前っていうのはこんな感じで。防護エキスとか入っとって、やっぱ調味料、ラミさんとは絶対入ってきますね。炭酸カルシウム入ってんだ。で、カラメル、色素、乾水、増粘多糖類、あ、そういう増粘多糖類が入ってないな、こっち。酸化ブタミンは入ってるけど、増粘多糖入ってないな。そういうところないんですね。まあまあ、いわゆる、
海苔に近いような感じって言ったらいいのかな、水飴に近いような感じのイメージ、でいいと思います。まあ、ただケミカルに作った感じのやつもありますんで、それはね、これだけだとね、何とも言えないところではございますけど、うん、まあね、かなりちょっと気にされる方ですと、この辺りとかが入ってるものもちょっと、うん、どうなのってなる人もいますんでね、うん、私はそこまでは気にしない、うん、ただリスク説明をするっていうのは大事だと思いますからね、そういうのは調べるっていうのは大事だと思います。だからそういうのを調べて、どうやってねそれを使っていくか、ちなみにですんで、阿部司さんっていう人がいますんでね、ここまで見てる人はもう多分それなりにこういうのに興味がある方だと思いますから、ご紹介しておくと、阿部司さんっていう方がいて、私の考え方っていうのは基本的に阿部さんとほぼ一緒、あの人の考え方が一番分かりやすいなと思いますね。ちなみに公園も一応、というかそのオーガニックの店で働いてた時にね、確か一回ちょっと、新店オープンの時だったかな、またちょっと来ていただいてね、ちょっと、お話なんかを聞かせてもらったりとかね、いうこともありましたんで、そうですね、うん、めちゃくちゃ面白いですかね、あの人の講演は本当面白い。で、ただ、あの人の講演を聞くと、コンビニに売ってるものが全て買えなくなるっていうね。ある意味、そのハートを鍛えないといけません。というのは、リスクコントロール、リスクマネジメントってものを本当にしっかりと勉強 しているっていうか、心得てないと、安倍さんの話を聞いたら全部何もかっこいい食べれなくなってしまうんですよね。まあ、そのあたりはある意味投資とかもやってましたんでね、そういったリスクマネジメントの考え方に近いなと思ったんでね、うん、どこまでが自分が許容してその利便性と、対価を支払えるかね、うん、でお金がね、私がねすごいお金持ちでね、うん、もう一食にね 2万円も3万円も全然かけれますよっていうんだったらね、フルオーガニックでねそういった食材揃えてね、作ったってね、全然できるわけです。そういうわけじゃないです。まあ143円のラーメンやったーって言ってる人間ですからね、当然そんな生活ではないわけでございますけど、そうするとね、こういうところとかを見て、でもね、知らないでパッと食べるのと、あ、これにはこういうのがあるな、こういうリスクがあるな、じゃあどこ、今後はこういう食品かというふうにね、心がけようかなとかっていうふうに、考えてね、その摂取するっていう意味では、大きくね、違いますからね。うん、っていうのが一応私の立場というのが、だんだんオーガニック的な話になってきてるけどな。まあ、ということなんで、この値とか見てきてもね、とりあえずその、使用物としては、うん、なんかそこまで、すごくおかしなものがドーンと入ってるよっていう、あれは書いてないですね。まあ、タンパク化水化分解物とか、この値が気になってくる。あと、ポークエキスとかって書いてありますんで、まあ、この手のね、やつ作るときは、当然そういうの、粉末、で粉末スープが入ってくるんで当然入ってくるんですけど、まあ、このあたりもやっぱりその、ね、動物から抽出した、ね、成分でそのどんなこうのするっていうやつで、これもケミカルっていうふうに分類する方もいますんでね、うん、でね、そうするとダメなんじゃないかという意見の方もいますんで、まあ、そこに関してはで、まあまあ、でもそういうの気にされる方でしたら、もう、基本的にこういう食材、まず手に取りませんからね、うん、いうところがあるんですけど、だからですから、普通に食べる分には、これに関しては、そこまで問題ないんじゃないかなというふうに思います。やっぱその分量とかが少ないっていう、ね、ところが、やっぱ、製品の大きなところなのかなっていうのが、ね、読めるかなと思います。まあ、実際、その醤油とかもね、その買いたいんですけど、じゃあどういう醤油を使ってるかっていうんですけど、こっちの、他の大手さんのね、こういったやつでも、300円ぐらいの商品でしたらね、その買いたいんだ、ちょっと高級なやつを使ってるわけではないですか。そうするとね、醤油でもある程度、その、脱脂した、大豆ね、普通の丸大豆だけを使うんじゃなくてね、脱脂した、いわゆるカスのようなね、大豆とかを、さらにアルコールをね、抽出してね、添加物を、作ることによって、安くね、作る醤油。まあ、大体超特売とかでね、1リットル100何十円とかで売ってるような醤油あるじゃないですか。そういうやつの場合、基本的にそういった、加工してね、作ってるやつが多いんですけど、ね、超特選丸大豆だけを使ってね、フルオーガニックの大豆で作った国産大豆のやつですね、こっちには入ってきませんか。そういうの使ってたら、もうそういうね、舞台文句でやりますし、
やらずにやってたら何やってんだよお前プロモーション下手だなって話になりますからね、うん、っていう感じですので、まあとりあえず総括としてはそんな感じ。まあ、この手のね袋麺に関してはね、そのもうそんなね、もうまあね気になるよっていう方がいたら、まあまたちょっと今度そのすごくオーガニックにこだわったね、あのって言われるねやつとかあるんですよね、勇気とかその創建者とかね、あのあたりのやつとかのやつもちょっと買ってきて、ね、実際にちょっと比較見てみようと思いますし、まあまずそういうのを見かけたらね、実際にじゃあどういうような成分違うのかなとかっていうのもね見てきながら、ひとまずね私は美味しくねいただこうと思いますんでね、うん、ということでね、まあ、今回はこの、ラーメンの、ね、徹底比較、まだねまだこれでね超ごく一部ですからね、再表示すると広いかこれが、はい、まだね他にもねいっぱい調べてきましたから、うまかったとかも調べましたからね、ちゃんと、はい、で、札幌一番の塩とねどうなのかとかっていうのもね、今後ね、じっくり見ていきたいなと思いますんでね、またね、他にも見かけてね買ってきてね、私はどんどんとねこの調査のためにねいっぱい、ラーメンを食べてね、このね、私ね、ライブコスパも浮かすなんて、やっていきたいなと思いますのでね、もしね、まだご興味ございましたら、ぜひね、お付き合いいただければと思います。まあ、ひとまずね、これぐらいでね、今回はって、ひとまずって言いながら、もう1時間半近くの地方対策になってますけどね、はい、お付き合い、本当にね、もしここまで見ていただいた方がいましたらね、本当にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。またね、よろしかったら、次回作でも、ね、アクセスいただければと思います。ということでね、この動画はこれくらいで、いい加減締めましょう。ね、最後ぐらいになりましたけど、はい、締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。